一流と二流三流とのたった一つの違いとは。こんにちは、三浦弘樹です。本日はですね、一流と、二流三流何が違うのかっていうですね、そういったお話をしていきたいなというふうに思っております。でこれ結論からですね、言いますと、一流と二流三流との違いはですね、基本がいかにできているかっていうところが、本当にですね大きな違いになってきます。で、ビジネスも、スポーツもですねそうなんですけれども、やはりですね基本っていうのが、すごく大切になってきます。で、例えば、僕自身はですね、昔、ゴルフをですね、かなり力を入れてやっておりました。ハンディキャップ3でですね、ベストスコア68でクラブチャンピオンも取ったことがありますので、ゴルフのですね、腕前はまずまずあると思うんですけれども、やっぱりゴルフをやる上でも本当に基本っていうのがすごく大切なんですね。で、基本がしっかりしている人っていうのは、ミスの、幅も最小限で収まってきますし、あとはですね、スイングのフォームだったりとかもやっぱり美しいんですよね。だから無駄のないスイングっていうのは、ボールをですね遠くに飛ばすこともできますし、やっぱりそういった基本が特にね大事になってきます。例えば野球で言うとですね、じゃあボールをキャッチするときにプロの選手っていうのは必ず両手でね、キャッチしますよね。なのでこういったですね、やっぱりプロになればなるほどですね、基本っていうところを忠実にやっています。で、じゃあこれビジネスに置き換えてもそうなんですけれども、やっぱりこう本当にね、一流、億をね稼ぐ人だったりとか、100万200万300万とかね、そういった金額をね、稼いでいく人たちっていうのはやはりですね基本っていうところがしっかりとできています。例えばビジネスで言うと、基本だったらですね、こう土台にあるですねマインドセットがね、僕はすごく大切っていうふうによく言いますけれども、マインドがしっかりしていたりとか、あとはですね、そもそもそのビジネスのですね礼儀だったりとか、節度だったりとかね、エチケットとかマナーとかね、そういった部分だったりとか、あとはやっぱりビジネスっていうのは人との信頼関係によって成り立っていくものなので、そこをねただ稼げればいいというわけではなくて、そういったところをねしっかりとねやっているっていう人が、一流になっていくんですね。はい。なので、よくこうまだ稼げていない人だったりとか、成果が出ていない人っていうのは、どうしてもですね、変なテクニックに走ってしまうんですね。どうやったら集客できますかとかね、どうやったらアクセスが伸びますかとか、そういったものはね、もちろん気になるのはね、当然ですけれども、やっぱりそういったその基本っていうところですね、例えばあなたが情報発信をしているんだったら、もっともっとやっぱり実力をつけていかないといけない。実力をつけるためにはそういったね、情報発信だったりとかコピーライティングの勉強をしないといけないとかですね、やっぱり本当の、実力をつけるために何がですね、基本的にですね、できるのかっていうところを、一つ一つですね、意識をして、本当のね実力っていうのをつけてください。で、変なこうテクニックに走るっていうと、やっぱりこのテクニックっていうのは、時代によってもね、いろいろ変わっていきますね。じゃあ Facebook でね、いいねがねつく方法だったりとか、それこそねインスタで、こう集客する方法とか、そういったものっていうのはもう時代の変化によってどんどん変わっていくものです。でも本当にね、ビジネスの基本っていうやっぱりね大きなこう幹の部分っていうのは、いつまでたってもですね普遍的なものになってきますし、私もですねこう YouTube とかの動画で、それこそですね偉人の、動画とかね、音声とかも聞きますけれども、やっぱりそういった、本当にね根幹になる部分っていうのはやっぱりね考えっていうのは一緒なんですね。なのでもっともっと、あなたもですねやっぱり基本が大事、そして本当の実力をつけていくっていうことをですねしっかりと意識をしてください。小手先のテクニックに走っていって、長期的にやっぱり稼いでいる人っていうのはいないんですね。なのでそういった部分でしっかりとね基本が大事ということをね今日はしっかりと意識をしてください。では今回の動画は以上になります。ありがとうございました。